音声入ってますね。では本日もはじめまして、ゆるの町に来て所属ブリルナメゾンです。今日も、サイクロフロンティアのうちのこれ、ちょっと50を切る FPS ですね。これで実際動くと30を切ったりしますので、正直、限定を配信するのはかなり厳しい環境になります。なので、諦めて、こういった、定点配信を始めてます。字幕を今、つけますね。字幕。よいしょ。翻訳されてますね。これで、あとは、ゲインが出て、
ど、これで、どれくらい音量出るかな。立ち上げます。この間に何でも保証しません。あれ消えていった。あ、やばい。消えちゃった。ちょっと待って。音がしてる気がする。これで銃声とかしたらうるさくてしょうがないですね。これぐらいでいいかな。よいしょ。で、あとはなんだ、テンプレか。
なんか消えた。でね、これなんだ？これは？アウト。で、こうすると、こうなる。ちょっとコメントのテスト。コメント、ああ、ここに出んのか。ああ、コメント流れていくのか。どうしよっかな。これ右の折り返しとか、どうするんだろう。止まってくださいね。設定で。何かあるのかな。コメント画面に反映された。あとイメージがしない。読み上げをしないのはなんでだ。大弓ちゃんか。大弓ちゃんが移動を忘れてると。久しぶりに一から作ると。わからないことが多いですね。棒読みちゃんどこ入れたかな。ここじゃないのか。あれ、棒読みちゃんどこやった。あれ？大よみちゃんが置いたかな。あとは何だっけ。テンプレか、テンプレね。イカちゃんはいいや。
の後は可愛いよね。でいいかな。あとはこのコメントをどうにかするのが一番なんだけど、どうすればいいんだろう。わからないですね。コメントテストしてみますね。コメントテスト。まあ、このタイプなら、長くてもいいですね。今読み上げてました？読み上げてないですよね。読み上げするか。読み上げないな。なんでだ。なんで読み上げない。読み上げてくれないのはなんでですか？
にひかりさんの口動いてるのに再生されない。わからないね。本当に人が来ないですね。さてと、ではこれでまったりと待ちながら、なんで読み上げてくれないかを、読み上げちゃんが読み上げしないのはなんで？わかんないな。わからないことだらけですね。プログラムの動かない理由はなぜかというと、バグか、動作も停止と。なんでに？
少しまだ死なないと。マラウダの声が聞こえますね。来るかな。
向こうに人がいますね。山沿いでは誰も来ませんね。来た。あ、来たよ。見つからず、過ごして。お、これは殺されるパターン。誰か、見つかってない。まさかの見つかってない。目の前を一通り過ぎた。来た。神展開来た。残像エリアに人が来てくれました。画面右側、残像のところでうろうろしてて。あ、別パーティーがあった。3人目。バトルか？バトルか？バトルか？やるのか？違う、これは3人パーティー。3人パーティーで単造。おお。こちらソロなのに3人パーティーとぶつかる。このサリスの日常。つらい。あれ？単造せずに帰っていったよ。え、どういうこと？どういうことですか？もしもーし。最後の一人も、帰っていった。なんだろう。え、今のは何だったの？わからない。何だったんだろう。帰ってきたな。帰ってきましたね。音はする。聞こえるぐらい音量上げたけど、聞こえてるかな？皆さんにも。マイクの音量少し下げました。これでどうかな？バランス取れてる？いや、面白い展開になっていったなぁ。まあ、この後、来た人たちは、下を回ってる？なんだ、探査エリアを探索してる？見つかって、見つかる、見つかんない、見つかってない。からない。遊んでる。なんだ。なんでしょう。誕生狩りをしたかったのかな。誕生しに行ったのを借りたかったけど誰もいなかった。帰っていった。最後の一人も？これは帰るのかな？誕生してる最後のお三人が怖いから今のうちに調べてる感じですかね。しかし、やはりサリスでも3人かわっていたら降りてくるんだな。
画面見ておくうろうろしてますね。ああ、そうか。私はあそこでバーナー焚いてるからどっかにいるはずだと思って探してるんだよ、初見で。なるほど。見つかんないもんだな、この位置。この位置見つからないものです。バーナーがあるから必死になって探してるけどいない。どういうことだっていう、不思議がってますね。バーナーはあるけど見つからない。叩いてますけど何も掘れないはずですね、酸素エリアは。動いた。やるのかな、酸素。そういうことかな。酸素始めたかな、あれ。回復してますね。回復音出されても私は動きませんよ。っていうかもう、ゲーム画面外で。あ、すごい綺麗です。ということで認定されていいのかな。
だできるのか。まだ公務中ですね。はしないんですけどね。あくまでも定点配信、定点観測でございますので、あ、脱出が復活したって見えないですね、この人。うん、やっぱもっと広くしてこの辺に置こうか。あ、帰っていく。バイバーイ。ドアに入るのかな、これ。なんでだろう、ダメですね、読み上げない。なんで読み上げないんだ。ライトはついてじゃん。棒読みちゃんは。開けないのはなんでだろう。わからない。何がいけないんでしょうね。担当していった人たちは帰っていきましたね。上げてくれないで、今ちょっと調べてます。なんだろうね。どこかで接続が切れてるんだと思うんですが、
だろうな。読み上げですと、うん、読み上げないですね。何がいけないんだか。読み上げないのはなんでだ。ワッコミはセドに動いてる。読み上げちゃうの。読み上げが動いてない。読み上げボイス。読み上げないのはなんで。全く読み上げてくれないのはなんで。読み上げるってくれるなら古いバージョンでもいいんですが、やはりダメですね。ボウユミちゃんを貸して手が悪い。人がいなくなったか。ペースが50まで戻ってますね。
コメントは覚えてますが、読み上げはしない。なんでだ？移動する順番か。わからない。難しいですね。検索してみるか、また一から。何がいけないんでしょうか。お、泣いてる。誰か来るかな、また。なんだこの音、痛かったな、この音だな。何の音だろう、何の音だこれ。ある程度連射できて、でも音は思ったよりも軽い。あんな連射できるかな。本間じゃなさそう。イラスレーター系のゲームある、まさかね。何の音だろう今の、パン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 って。読み上げしない理由は何ですか。
まるでわからないですね。ちょっとさ、検索してきます。なんで、お、なんか来た。なんか来た。誰か来た。高いですね。パンドエリア直近の最下層にいそうな雰囲気ですね。読み上げそうかと、誰か来た。こんにちは。といったところで、マイクをオンにしないんで、さあ走ってきました。バレない。今のでバレない。まだバレてない。あ、バレた。え？バレた。バレたが？バレたが、撃たれるかな？これは。さあどうなるかな？あら、放置された。なぜ？許された。なぜ許された？バレたけど許された。バレた後許された。どういうこと？殺さないのかな。お、近寄ってきて殺されない。落とさないで、そんなところ目立つからやめて。目立つからやめて。目立つからやめてください。持って帰って。いやな、何、どういうこと？目立つから、目立つから持ち帰ってください。目立つからお持ち帰りください。やめてやめて、落ちる落ちる落ちる、やめてやめて。超何をしてる。何かしてる。どういうことこれ。やめて、落ちる落ちる、やめて。なんだ。どういうこと？ひょっとして配信見てます？配信見てます？配信見てきました。え、どういうこと？これで放置されるの私。映ってますよ。配信映ってますからね。配信映ってますよ。いやーもう。
まあとりあえず死ぬまでここでまったりと定点観測しておきましょう。あれ帰っていった。あ、拾っていってくれてる。いい人だ。丁寧に1個ずつ拾ってる。あ、すいません、拾ってもらってありがとうございます。でも旗立たない。罠立てられた。あ、まあ、なんか落書きされてる。うわ、次のグループに殺されるんだろうな。次のパーティーに殺されそうだな。なんかすごい、なんか落書きされてる。落書きされてる。なんかいっぱいスプレーされてる。スプレーで落書きされてるよ。いや、そうそう、読み上げされない理由を探してるんだったな。よいしょ。使ってプラグインで探すのがいいのかな。よいしょ。サイフロやってたりサリス売ってる人は不思議に思うでしょうね。絶対だってサイクラー殺し合いみたいな。こんなところで定点配信してる。定点配信してる変態なんてそうそういないんですからね。
から。手に入ったんでしょうかね。手に入るといいですね。さんが読み上げてくれませんね。帰っていかれてきた。バイバイ、またね。読み上げてくれないんだろう。帰っていった。本当に帰っていった。何もされずに、あんなにがっつりバレたのに。これで起きるのもよくある話ということで、1時間半バレたのにまだ生きている。
で趣味味ないひかりさんもどうしたものか。接続してるじゃん。なんで読み上げてくれないかな。プラグインが入ってる。なんでダメなんですか。
なんで読み上げないんだ、読み上げが動かないよ。どうしたらいいかな、そろそろ。なんで読み上げてくれないのか、理由が分からなくなってきた。しかし誰も来ませんね。団蔵は相変わらず先ほど通っていった三人パーティーだけですね。てってて、なんだろう、何がいけないんだ。
これでどうだ、読み上げてくれるかな。そろそろ読み上げてほしいんですが、プラグイン、ボーユミちゃん連携、ボーユミちゃんにコメント読んでもらう。ボーユミちゃんはでも、読み上げてない？誰か来たよ。こっち見てる。撃たれるかな。撃たれない。放置された。また許された。また許されて、今度お一人様。お一人様ですね。これは許されるのか、されるのか。さっきの3人パーティーとは違うパーティーっぽいですね。なんかマスで捨てられていってる。あ、許された。マジで許されるの。これさっきの3人パーティーまた来たの。まだこの3人パーティー来たのか。どうもこんにちは、テテ配信してます。こちらでテテ配信してるので、よかったらテテ配信見ていってね。映ってますよ、配信映ってますよ。私は動きませんからね。はい、ちゃんと頑張ってくださいね。拾っていって、でも古しい絵だからな。
局回収していってる。自分結局投げた分回収していってる。なあ、あれか、撫でるやつか。画面映ってますよ、配信映ってますよ。あげてる。こう見ると可愛いな。すごい急でお金をばらまいてる。マラウダのだってこう見るとマラウダも可愛いよな。がついたかな。でもやっぱり始祖のスラッグ、始祖のスラッグが欲しいのかな。出ると良いですね。出てないってことは日本人かな？英名ではない。韓国か中国の人かもしれない。あ、違う？日本の方？あ、日本の方。てか配信見てますよね。絶対配信見てますよね。あ、どうもありがとうございます。じゃあ私も読み上げちゃんが読み動かないの直さないと。いやいや、持ち帰れない、テープに入れないから置かれても困るんですけど。いや、始祖のスラックですよね、それ置いてるの。それ始祖のスラックですよね、置いてるの。え、もらっていいならもらいたいけど、
あ、終わっちゃった。まあ次も来るのかな。頑張って行ってらっしゃい。Yes. 頑張ってね。いってらっしゃい。誰に殺されるのか。なんかいろいろ置かれていったんでちょっと回収してみましたが、フル紙幣はいいよね。まあゆっくり次の人が来るのを待ちますか。なんでだろうな。
でだろう、ね、大由美ちゃんが棒読みちゃん読み上げてなんでダメなの？アプリケーション連携システム読み合わせ、もう一回棒読みちゃんを起動し直してみますか。大由美ちゃんは各地するか。大由美ちゃんの場所が悪かったからこれ読まれてなかった可能性。もう一回これで。でも音量すごい大きくてびっくりした。頑張ってくださいね。棒読みちゃんが棒読みするようになった。棒読みするようになったのはいい。けどそうしたらまあ、ボイスロイドを読み上げてくれない。大由美ちゃんの設定位置が違う。ボイスロイド2。
白くとする文字をもう読み、ボインちゃんが白くする文字を文章読み上げソフトに読み上げさせるためのソフトが必要です。プラグインを入れる。プラグインは入っている。プラグイン棒読みちゃんに連携読んでもらおうって、それからこのプラグイン、VR ボタンが出てればボタンをクリックして、常に一人で読み上げるをチェック。こう入れる。キャラの選択読み上げ設定。ボーカルズ2の場合、ボーカルズ2のタグを押してプリセットを読み込む。コメントビューの使い方、これで読み上げてくれるはず。なんだっけ、ゆかりさん、ゆかりさんを見上げて、ダメなのか、まだ読み上げてくれないのか。棒読みちゃんまでは行ってる。その後の設定がおかしい。
葵ちゃんが喋ってる。なんで葵ちゃんが喋る。あかねちゃんが喋ってる。ゆかりさんが喋ってくれない。なんでゆかりさんが喋ってくれないのか。なんでだろう。ダメだ。あかねちゃんが意味合いてる。ゆかりさんが意味合いてくれない。なんで。いや、ボーカロイド。いや、設定が反映されないのなんでよ。コメビは動いてる。大江美ちゃんの連携も動いて、大江美ちゃんもあれば行く。で、ゆかりさん、やめてくれないの？こっから何がいけないんだ？大弓ちゃんに入れれば大弓ちゃんが読み上げる。プラグインが設定が動いてない。コメビューが動いてない。コメビューのテレビ。いやいやいや、コメビュー関係なくね。ファイトついて選択。
そろそろ帰るかな。帰りたい。帰りたい、その思い。なんだかね、よいしょ。どういうことだ、なんで今20で読んだ、今どっから読まれて、なんで20で読み上げた、うん、ちょっと待ってね、なんで今20に回った、何から読み上げてるの、ワンコメが読み上げてくれてる可能性、ワンコメの読み上げを一度切って、やっぱワンピが今これ二重に読み上げたのか、炭造は動いたけど炭造する人は今回いないのかな、そして足元には大量の古紙幣と光る、
読み上げが起こらないよ。読み上げが起こらないなんて。ゆかりさん、どうか読み上げて。そして誰も担当に来ない。担当に誰も来ません。どうなっているんだか、マジわかんねえ。読み上げないな、今度読み上げない。でも棒読みさんにまでは来てる。個室の中にゆかりさんが反映されないのが問題。ボーカルやに反映、なんでボーカルとか反映されないか。何がいけないんですか。わからないよ。
黙々じゃ仕方ないんだってさ、どうしよっかな。読み上げない、読み上げない。あー、もうそろそろ区切れそう。なんで読み上げないんだよ。ボーヤミちゃん立ち上げ、ボーヤミちゃん接続成功。ボーヤミちゃんまで行くんだったけど、ボーヤミちゃんは読み上げないなって。ワンコメから直接行くの、ワンコメがいけないのかな。ワンコメがやがるさってる。いや、原因は分かんねえ。くじけそうだけどくじけないよまだ。ワンコメが反応して読み上げを切って大事切ってプラグインでボーヤミちゃんと連携、ボーヤミちゃんによし、これで。ダメだ、読み上げない。なんでだ？
わかんないな、本当になんでだ、なんで読み上げてくれない？ダメだー。大弓ちゃんまでも反応してるのに、その後も読み上げないの、なんで？わからん。解決しない、解決しないからもう今日この辺にしようかな。ちょっともう解決しない理由がすぐには分からないので、何なんだろう本当に。読み上げてくれなくなっちゃったよ、へそ曲げてる。ダメだ、やっぱり読み合いしてくんない。でも大弓ちゃんまでは来てる。ダメだな、どっかにレイドしよう。もういいや、今日は諦めました。配信マネージャー、配信マネージャー、どこに、レイドしようかな。よいしょ、安定のちいちゃなところでいいでしょう。では今日も、サイクロフロンティアの山荘エリア定点配信をお越しいただきありがとうございました。ではちえちゃんの方に、レイドさせていただきますので、よかったらそちらで、またツイッチの方楽しんでいってください。あ、ここで分かった。あれだ。
翻訳は今かぶっていたので、これだったら翻訳かぶらないかな。名前の変更で翻訳担当。では、レイド行ってらっしゃい。